町からだいぶ歩いたけど、ここがあの子の言っていた洞窟かな。他に洞窟はなさそうだ。入ってみよう。トシスだ。もう終わりか。奴らの巣には気をつけよう。これで終わりだ。おい、ビッケ船長。何かある。空気が違う。まるで異世界だな。ああ、重い。俺、ここに来たことあると思う。その感覚はよくわかる。でも気にしない方がいい。どうせはっきりしないんだから。まあ今は気にしても、そのうち面倒になる。前を見て歩いた方がいい。よし、行くぞ。あれはキューブ。あれが海賊か。注意した方がいい。海賊に私たちの理屈は通じない。魔物と同じだ。向かってくるなら蹴散らせば。手応えがなさすぎる。うわっ、酒くせえ。この匂い、かなり危険な酒だ。浅はかだな。これで隠したつもりだ。出てきたか。珍しいな。勝ったな。やるか。手応えがなさすぎる。やるか。出てきたか。なんとも幻想的だ。海賊は不思議な場所にアジトを作るな。手応えがなさすぎる。キューブがある。さあ、忙しくなる。この魔物、可愛げがないぞ。本当の猫ならよかったのに。勝ったな。鍵を飲み込んでいたのか。いくらお腹が空いてたって、鍵なんか食べなくても。ビッケ船長。やるか。これで終わりだ。
こっからじゃダメか。乗り場は別の場所らしい。ビビリ消化されるのが苦手なだけだ。倒すぞ。こいつ水を味方につけたよ。キューブがある。出てきたか。宝箱か。巣が張り巡らされているな。もう終わりか。宝箱か。もう終わりか。うわ、地面にも蜘蛛の糸が。敵を呼び出すつもりか。こんな世界でも綺麗な場所はあるんだな。俺たちが行くのは闇の中。こんな場所はさっさと通り過ぎるぞ。やるかい。答えがなさすぎる。出てきた。敵を呼び出す。答えがなさすぎる。海賊船はすぐそこなのに。慣れた船を使って渡る。敵を呼び出す。ここまで来るとは。どうやらてめえらは本物らしいな。あんたがビッケか。ビッケ船長だ。キャプテンビッケ。俺たちはクリスタルを探している。孫の長官に会うように大臣に言われてきたが、今ではあんたが町を仕切っていると聞いた。おうよ。海賊が役人代わりとは、なんて世の中だって話だよな。これこそ混沌の闇だ。カオスだけにな。クリスタルはどこにある。海賊の冗談はつまんなくても笑うもんだぜ。
襲うべき船も奪うべきお宝もねえ。海賊稼業上がったりでクサクサしてたんだが、てめえらのおかげで気分がいい。クリスタルのありかはアストスってやつが知っている。この船で連れてってやるよ。アストス知ってんのか。いや、何者だ。ダークエルフの王を自称している。ただのエルフじゃねえぞ。ダークエルフだ。どう違うの。エルフ千人の命を吸い取って永遠の命を手に入れたとか、カオスと取引して身の毛もよだつ魔法を手に入れたとか、伝説はいろいろだ。カオスと取引だと。まあ真相は本人に聞けよ。いい旅になりそうだな。え？